カタールワールドカップから約1年、本大会で活躍を見せたベラジョン吉田、エネゴリ酒井、キングコング長友が加齢により代表を離れ、この1年間で代表のディフェンスラインは大きく様変わりしました。ワールドカップ前とはスタメンからベンチまでガラリとメンバーが入れ替わっています。今回は改めて現在の森保ジャパンディフェンス陣を振り返るとともに、次のワールドカップに向けて日本代表の守備を担っていくであろう選手たちを紹介していきます。アジアカップにも選ばれている主力選手から期待の若手選手まで幅広く紹介していきますので、ぜひ最後まで楽しんでください。現在日本代表が採用しているフォーメーションは4バック。その中央で最後の砦を担うセンターバックのファーストチョイスは冨安健洋と板倉滉の2人です。冨安はアーセナル、板倉はボルシアメンヘングラードバッハと強豪クラブでプレーしており、ネームバリューでは歴代日本代表最強でしょう。五大リーグで主力を務めるだけあって、2人ともディフェンスの基礎能力はピカイチ。対人守備や空中戦に強いことはもちろん、判断力にも長け、味方のカバーも完璧です。さらには足元もうまく、ビルドアップまでハイレベルでこなせるなど、現代サッカーに必要な能力を全て兼ね備えています。この2人が今後の日本代表の守備を担っていくのに違いないと言われて久しいですが、意外なことに代表で同時にピッチに立ったことがあるのはこれまでほんの数試合。4バックのダブルセンターバックを2人でまともにやりきったのは昨年のドイツ戦くらいなのです。長らくセンターバックの一角を顔でかキャプテンが埋めていたこともありますが、それに加えて冨安の怪我の多さが大きく影響しています。東京五輪やカタールワールドカップ、加えて今回のアジアカップもコンディションは万全の状態で臨めておらず、 100% の力を発揮しきれていません。ただこれは本人の不摂生が問題ではなく、むしろ体調管理は人一倍ストイック。吉田も、冨はめちゃくちゃケアしてる、やれること全部やって怪我してるから本当にかわいそうとコメントしているほどです。プレースタイルや過去の負傷、はたまた運も大きく影響していそうです。現状稼働率の高くない冨安に代わって、板倉の相棒としてよく起用されているのが谷口翔吾。板倉と同じ元川崎フロンターレの選手で、足元の技術が高く、屈強な相手フォワードに当たり負けしないフィジカルが特徴です。谷口ももちろんいい選手なのですが、カタールリーグでプレーしていることから、普段のレベルがヨーロッパの選手たちと比べて落ちることに加え、32歳という年齢が気になります。そして何よりも冨安のレベルが段違いすぎて替えが効かないのです。守備から素早く質の高い攻撃につなげられるのが日本の武器ですが、それはディフェンスラインが高い位置を取り、陣形がコンパクトにまとまっていい守備ができてこそ。ディフェンスにはハイラインの裏を突かれないよう警戒できるカバーリング能力と、突かれたとしても対処できる判断能力、アスリート能力が求められます。冨安はそれらの能力がズバ抜けて高いです。昨年のドイツ戦では裏に抜け出した相手を逆サイドから猛ダッシュで止めるスーパープレーを見せましたが、あんなゲートは冨安にしかできません。直近でもアジアカップのイラク戦でハーフタイムに谷口から冨安に交代したところ、ディフェンスラインが高くなり、全体がコンパクトになったことで効果的な攻めが見られるようになりました。最終ラインの選手ながら、いるといないで攻撃の形すら変わってしまう、まさに日本代表に欠かせない選手です。このまま何もなければ2026ワールドカップは冨安と板倉の2人が日本の守備の要になってくるでしょう。年齢的にも20代後半と、ディフェンスとしてはピークの状態で迎えることになるため、安心して試合を見ていられそうです。あとは予選も含めて万全な状態で臨めるかどうかが鍵。とにかく怪我だけは気をつけてほしいところですね。酒井と長友の両翼が抜けて、後継者が最も心配されたこのポジション、今はその心配がどこへやらというように、2人の選手が完全に主力に定着しています。酒井に代わって右サイドのスタメンに定着したのが菅原由紀成。19歳でヨーロッパに渡り、現在まだ23歳にしてオランダ一部エールディビジで100試合以上プレーしている選手です。2023年エールディビジのベストイレブンに選出されており、現在オランダ国内で最高の右サイドバックと言われています。長らく結果を出してきながらタイミングに恵まれず、東京五輪もカタールワールドカップも戦外となってしまいましたが、第二次森保政権の初戦でスタメン出場を果たすと、豊富な運動量と質の高いパスで攻撃を活性化、瞬く間にポイチの信頼をつかみ主力に定着しました。サッカー IQ も非常に高く、相方が稲妻純也でも久保でもそれぞれの特徴を生かせるような適切なプレーを見せており、右サイドからのダイナミックな攻撃は日本の大きな武器になっています。プレー面以外にもその底抜けに明るい性格も特徴で、
今はチームのムードメーカー的存在。酒井から右サイドバックのポジションを、長友からチームの盛り上げ役を受け継いでいます。最近ではミーティング中に爆睡している姿が激写されると、次のミーティングの時にはポイチの隣に座らされる姿をカメラに収められ、監督公認のいじられキャラであることが明らかになりました。活躍してさえいればこういう態度も笑い話になるので、ぜひ結果を出し続けてほしいです。一方の左サイドバックに定着しているのは伊藤洋輝。23歳の若さでカタールワールドカップにも選ばれた中では、昨年最も伸びた選手の一人かもしれません。ワールドカップでは緊張からか消極的なプレーが目立ち、コスタリカ戦後にはバックパス製造機とボロカスにバッシングされました。その一戦もあって意識が変わったのか、もともとの売りである守備に加えて攻撃面でも積極性が出てきました。昨年のペルー戦では大外の三笘を囮に強烈ミドルを放ち、代表初ゴールも決めています。また所属クラブのシュツットガルトでセンターバックとサイドバックの双方でプレーしているように、ユーティリティ性も高く、貴重なレフティーというのも伊藤の武器でしょう。ただ改善が見られたとはいえ、攻撃の部分はまだまだレベルアップが必要。特にサイドでオーバーラップしてから放たれるクロスの弱々しさは何とかしてほしいところです。せっかく貴重な左利きサイドバックなので、そこはぜひ活かしていただきたい。伸びしろですね。現状、冨安、板倉、菅原、伊藤洋輝に谷口を加えた5人が森保ジャパンの現在の主力といえます。それ以外のメンバーは現状ベンチを温めることが多いですが、いずれも実力者揃い。まずは町田浩樹。190センチの長身を生かした空中戦に強みを持っていますが、その大柄な体格から想像がつかない高精度の左足のパスが特徴です。所属するのはベルギーのユニオンサンジロワーズ。三笘が欧州初挑戦時に所属し、ステップアップの足がかりとなったクラブでもあることから、同様に今後さらなる飛躍が期待されます。町田と同じくベルギーリーグで活躍しているのが渡辺剛。欧州挑戦2年目となった 2223 シーズンに全試合にフル出場しながら、インターセプト数、タックル勝率、チャレンジ勝利数、空中戦勝利数でリーグ1位を記録するなど大車輪の活躍。その無双っぷりを買われて昨年夏にヘントに移籍。ベルギーの強豪でコンスタントに活躍を続けた結果、昨年11月に4年ぶりに代表に招集され、アジアカップのメンバーにも滑り込みました。他にもスイスでアピールを続ける瀬古歩や、この冬ベルギーのコルトレイクに移籍した藤井春也も今後代表候補に入ってくることでしょう。また町田、渡辺、藤井はクラブで3バックの一角でプレーしており、今後オプションとして3バックを使う場合、スムーズにフィットできるのも強み。それぞれ個性があって期待できるカードが揃っているので、ぜひいろいろと試していってほしいところです。続いてサイドバックの控えメンバー。右サイドバック不動のスタメンとなった菅原を脅かしうるのが毎熊聖也です。これまで世代別代表に全く縁がなく、 ACL にも出場したことがなかったため、海外勢との対戦は代表初出場となった昨年が初めてで、ここまでキャップ数もわずか数試合にもかかわらず、出場した試合では全く緊張した様子を見せず、豊富な運動量で安定したプレーを見せてくれています。もともとフォワードの選手で、サイドバックにコンバートされたのはプロ入り後、そこから3年ちょっとで代表と J1 ベストイレブンに選ばれるのですから、センスの塊です。余談ですが、代表でのあだ名はマイクです。無駄にかっこいいですね。一時期はなぜかサイドアタッカーのドラミちゃんが右サイドバック起用されており、ポイチの迷走感が垣間見えたこともありましたが、マイクの存在で菅原のバックアッパーも心配なさそうです。左サイドバックで伊藤の控えに位置しているのは中山雄太。東京五輪では吉田がオーバーエイジで選ばれるまでキャプテンを務めた選手です。過去には長友と左サイドバックのポジションを争ったこともあり、直前の大怪我でワールドカップを断念していなければ、今の伊藤と中山の立ち位置が逆でもおかしくなかったでしょう。それだけの実力者が控えにいることは心強い限りですが、中山も伊藤同様に守備が売りの選手。長友のようにサイドを爆走して攻撃に厚みを持たせるようなタイプもベンチに置いておきたいところです。攻撃が売りのサイドバックとしては、昨年何度か名古屋グランパスの森下亮也が招集されましたが、アジアカップメンバーに選ばれなかったことから、現時点では十分なレベルではないと判断されたようです。この冬ポーランドに移籍して初の海外挑戦を果たしたので、一皮むければ今後また代表に選ばれる可能性もあるでしょう。他にもこれまで代表での起用はないですが、冨安はアーセナルでサイドバックとしてプレーしていますし、旗手レオや町田も左サイドバックでプレーすることができます。これだけいれば不測の事態にも十分対処できるでしょう。
センターバックとして絶大な力を持つ冨安をサイドバックで使うのはもったいない気もしますが、控え選手で気になるのが以前から招集されている中山を除いてキャップ数が一桁台と代表での経験に乏しいところ。主力メンバーが絶対的なだけに出場機会が限られてしまっているようです。とはいえ大きな大会で勝ち抜くためにはベンチメンバーも含めた底上げが必須。ディフェンスラインをいじるのはためらわれるところですが、予選を含めてうまく様々な選手を使って経験を積ませていってほしいです。控え組の時点ですでに有力選手だらけの状態ですが、さらに若い選手たちが一気に力をつけ、次のワールドカップまでには今の代表選手たちを脅かす存在になっているかもしれません。パリ五輪世代のセンターバックでその筆頭となってくるのが、これまでアンダー世代で主力としてプレーしてきたジュビロ磐田の鈴木海斗、セレッソ大阪の西尾龍也、FC 東京の木村誠二の3人。それに加えて19歳で川崎フロンターレでそれなりのプレー時間を確保した高井光太も順調に育てば、次回のワールドカップ以降になるかもしれませんが、代表入りをする可能性は高そうです。ポテンシャルだけでこの選手たちを一気にぶち抜いてくる可能性があるのがチェイス・アンリ。中学からサッカーを始めたにもかかわらず、数年でアンダー世代の代表に招集されるようになったように、ポテンシャル抜群。経験が他の選手に比べて少ないだけに、まだまだ荒削りなプレイヤーですが、逆に言えばここから一気に化けてくる可能性もある選手なので、今後の成長が楽しみです。センターバック以上に若手の割り込みが期待できそうなのがサイドバック。現代サッカーでサイドバックの役割が大きく様変わりしたこともあり、以前のように運動量やスピードだけでなく戦術理解度に優れた選手たちが増えてきています。高いサッカー IQ で攻守で違いを生み出せる選手はそれだけで貴重なので、若いうちから経験を積ませていきたいところです。実際に FC 東京の左サイドバック、バングーナガンデ・カシーフ、ガンバ大阪の両サイドバックとしてプレーできるアンダリクはすでに A 代表の招集歴があります。2人もプレー時間はほぼ与えられていませんが、第二次森保政権の序盤では多くの選手を左サイドバックで試しており、若手が一番割って入る余地のあるポジションです。アジアカップではこれまでの実績や安定感を重視して伊藤と中山が選ばれましたが、今後攻撃にも定評のあるカシーフやアンダがトライされる可能性は十分にあります。そういう意味で左サイドバックでさらに注目なのが、バルセロナの下部組織でプレーする高橋ニコ。パリ五輪はおろかロサンゼルス五輪世代の18歳ですが、バルセロナ仕込みのテクニックと正確なパスは非常に魅力的。ユース年代チームのプレイヤーなので、プロの強度についていけるかどうかはまだ未知数なところもありますが、バルサのハイレベルな争いを通じてレベルアップした姿が見たいです。日本の他にスペインとアルゼンチンの国籍も持っており、現時点ではどこの代表も選ぶことができます。将来的に日本代表でプレーしてもらうためにも、早めに招集しておくのも悪くなさそうです。パリ五輪世代はおろか、10代にまで期待できそうな選手が多くいるので、このまま順調に育ってくれれば、日本のディフェンスラインは安泰ですね。今回は次回のワールドカップに向けて、日本代表のディフェンスラインを担っていくであろう選手たちを紹介しました。現時点では主力の存在が絶対的すぎますが、今後切磋琢磨してさらにレベルアップを図っていってほしいです。皆さんの日本代表推しディフェンダーはどの選手ですか？ぜひコメント欄でその選手への熱い思いを聞かせてください。それではまた。